どうもこんにちは。今回はですね、シングルバーナーのご紹介をしようと思います。ちょっと開けてみますね。はい、出てきたのがこちらです。この中にシングルバーナーが入ってます。こんな感じで入ってて、これがアダプターと、はい、こんな感じになってます。で、ここにね、点火スイッチがあります。これが点火スイッチですね。ものによってはですね、この点火スイッチがついていないものもあるので、その辺はね、ちょっと買うときに注意が必要かなと思います。スイッチがない場合はですね、着火マンなんかで火をつけないといけなくなるので、ちょっと手間がかかるかなという感じです。こんな感じですね。結構ね、作り自体は雑な感じもせず、ちゃんとしてそうだなっていうのが印象ですね。ただね、これ説明書が入ってません。説明書が入ってないので、ちょっと、調べながらつけるようにはなるんですけども、あとね、この袋の中に何が入ってるかっていうと、これね、これを選ぶポイントでもあったんですけども、ウィンドスクリーン、そんなにね、立派なものでもないし、すごく綺麗なものでも、まあ正直ないんですけど、ウィンドスクリーンって基本的に別売りなんで、これがもう最初からついてるっていうのは、ちょっと嬉しいところなんじゃないかなと思います。そうですよね、普通別売りですよね、こういうのって。まあ今はウィンドスクリーンはいらないので置いておいて、じゃあですね、まずはオーディカンから試してみましょう。これを開けて、はい、こんな感じです。なんかですね、この辺からガスが漏れるっていうこともないですね。はい、続いてですね、 CB 缶なんですけども、 CB 缶は、このアダプターを使います。こちら側が、CB 缶本体に挿す方で、こっち側がこのアダプターとアダプターをつなぐところ。まずはこれを回して取り付けると、そしたらここのね、上にこうちょっと出っ張りがあるんですけど、こことここのへこみ、これを合わせて右側へ、そしたらもうこれでくっつきますので、また開いて、はい、こんな感じです。なんかね、やっぱりオーディカンの方が安定してるんでしょうね。 CB 缶だと最初がちょっと安定しなかったかな。 CB 缶だとですね、2回目は大丈夫なんですが、今1回目やった時はちょっとなんかバッと燃えましたよね。もう一回やってみましょうか。1回止めて、また開いて、大丈夫ですね。これで CB 缶も使えるし、OD 缶も使えるということで、多分基本的に CB 缶を僕は使うんですけど、もしこっち側を使いたいとか、こっちしかないっていう時には、役立つそうです。あとはまあ耐久性でしょうけどね。それでは、お湯を沸かしてみましょう。鍋を置いて、水をね、500ml 入れてみます。500ml の水がどれぐらいで沸騰するかと。いうのもちょっとやってみましょうかね。まずは CB 缶から。今はですね、鍋の底全体に火がいくぐらいの強さです。
はい、お湯が沸きました。だいたい4分ぐらいですかね、4、5分ぐらいっていう感じです。はい、じゃあ次はですね、オーディカンでいってみます。鍋の中にまた 500ml の水を入れます。この鍋はですね、公平になるように水で洗って冷やしてます。さあ行ってみましょう。はい、こちらもですね、沸騰しました。だいたい 4、5分ぐらいっていうところでしょうかね。なので、CB 缶もオーディ缶も、まあ、沸騰するまでの時間で言えばそこまで変わらないような感じですかね。ただね、これの欠点としては、これお湯を沸かしてる間にこの下の部分かなり熱くなるんですよ、ここ。なので、そうですね、これ木とかだったら大丈夫ですけども、これを置いとく台、その辺はですね、ちゃんと考えないといけないかなという感じがします。あとはですね、この辺焼けてるのが分かりますかね。これはまだ10分ぐらいしか使ってないんですが、こういう風に焼けていってるので、あとはこの辺の耐久性ですよね。この辺の耐久性に関しては使ってみないと分からないので、そうですね、これをどんどん使っていって調べていきたいなと思ってます。まあでも今回ね、テストしてみた結果ですが、ちょっとしかテストはしてませんけども、 CB 缶と OD 缶で、2回ほどお湯を沸かしてみましたけれども、特にこれといった問題もなく、まあ、もちろん家の中っていうこともあるし、風もないっていうのもあるとは思うんですけども、まあ、それにしても今まで使ってたシングルバーナーに比べると、これはね、火力は絶対強いと思います。ただですね、火力が強いといっても、結局これって料理に使うだけなので、まあ、とにかくですね、ちゃんと使えれば問題ないかなとは思うんですけどね。まだ熱いですね。まあ、どうしてもですね、熱を持ちやすいものなので、その辺とはうまく付き合っていく必要があるのかなと思います。無名のブランドとはいえですね、ウィンドスクリーンがついてこの価格っていうのはすごいなと思います。今回僕ガチで買ってますからね、これいいな。まあ、こういったものなので、まあ、おそらくですね、いただくコメントとしては、耐久性は大丈夫なのかとか、安全面に問題はないかとか、あと素材的に貧弱なんじゃないかとか、そういったコメントをいただくような予感もしてるんですけども、まあね、その辺は使ってみないとわからないというのと、まあ、値段が値段なので、まあ、この辺は一流メーカーとかと比べてはいけないようなものな気がします。初期不良があったとか、その辺はなかったので、これはまあ当たりなんでしょうね。まあ、問題があればまたその辺も動画にできればなと思ってます。これでですね、今までシングルバーナー1個で、キャンプしてましたけれども、2個目が手に入ったので、そうですね、こっち側でご飯を炊いて、もう片方で何か焼き物をしてとか、その辺もできるようになりました。こうやってですね、道具が増えていくとやっぱり楽しみが増えますよね。ということで、今回は CB 缶も OD 缶も使えて、ウィンドスクリーンまでついているシングルバーナーのご紹介でした。